皆さんおはようございます大龍平です今日が7月22日はい金曜日です金曜日もうね土曜に入ってますけどねはいイントンに入って上での土曜ですけどもまあこういう時期にねちょうどね 言ったと,、まあ、いとりハードなことをやるよりかはちょっとストレッチとかヨガもいいし深呼吸にもやってちょっとゆったり過ごすことを心がけるっていうことも言いましたけども整理整頓もとってもいいですでちょうど、ね、今日、店長とお話しして,てあの iPhone、はいて iPhone 携帯もう一個持とうかなと思って、はい、あの iPhone のねだからどこでも撮れるやんカメ,ラとしてカメラとしても携帯としてもね、はい、でこれ皆さんぜひ覚えておいて今日はちょっとあの、えー、ワンポイントであるんですけども 携帯っていうもの自体もね、ものすごく皆さんにとって運をつかさどっている強烈なアイテムだと思っておいてください、今はもう基本はね、あの老若男女問わず、えー、たくさんの人たちが携帯電話を持っている世の中でこの携帯電話、自分がすでに,次に持っているものっていうものも、えー、とってもね、重要なラッキーアイテムとなりうるかそうじゃなくなるかっていう場合はいくつかありますのでよく聞いておいてください。これね。 えー、店長大丈夫か吉丸や。えっと、まずは、携帯電話って最新機種を持った方がいいんでしょうかって聞かれることがあるんですけども、一応、自分のお金の持ってる許せる範囲内で、なるべく新機種を維持しておいてください。まあ、だいたい今、携帯買ったら1、1年ぐらいのローン組むんかね、あれ。いや。 料金2年ぐらいか、払っていくんか、まあ、そういう感じで、もう、めちゃめちゃ高いもんね、高いだからもう、それを月々の携帯料金と一緒に引き落としてってやったけど、はい、なるべく最新機種がいいっていうのは、いい流れっていうのは、常に最新のものに宿るんですよ、なので、その情報であったりとか、出会いだったりとか、運気っていうものもそうなんですけどもう、ああ、どうしよっかな、携帯買い換えよっかな、なんか特別ないけどっていうぐらいで、ちょっと余裕がある人は、さっと新機種に変えるで、あと2ヶ月待って新機種出ますよって言ったら、2ヶ月待つほうがいい。 っていうぐらい新機種にしておくこと。で、今の若い子たちの中でも本当に覚えてた仕事が、携帯画面バリバリの状態で放置してる。これもアウト絶対に。店長、大丈夫やね。あの、画面にヒビが入ってる傷があるとかって、最近ちょっと自分の自己肯定感下がってんなって思うときはね、携帯画面をきれいに拭くっていうだけでも違うんですよ、全然。鏡も一緒で。 鏡が汚れてる人は化粧をするときでも玄関にかかってるからでも鏡が汚れると自分の自己肯定感は絶対下がるだから鏡をきれいに磨くってこともそうなんだけどこの携帯画面も自分が映るわけよだからきれいに拭くっていうことを意識してほしいっていうこともそうだしでも壊れたケースもそうこうやってねケースもちゃんときれいなものに携帯が多少ボロでもケースはきれいにしておこうとかいうものを絶対維持してほしいんですよなるべくボロボロになってしまっているものを使わないように注意するってことを覚えてほてしいってことが1つ。 で、もう一つは携帯の中に入ってるあるものを整理する人がありますピンときました何ですか写真ですかあー、写真も重要違うですかいや、これも重要でえー、言うとね、もう、えー、別れた人別れた人のえー、っと恋愛対象者だってもう別れた人との写真はすべて削除これはもう鉄則もう実際にある写真も携帯の中に入ってる でも全部消えないと例えて言うと恋愛対象者別れたとね別れてしまったんだけどって言ってる中で引きずってるって分かります簡単に忘れるもんじゃないただ、メッセージとか写真は消していかないとこの人の念が残り続けるからメッセージもそうメッセージもね残り続けると新しい出会いを遠ざけるこれ、本当によくあることなのでと,やえっとまあ電話番号もそうやね。 メッセージと写真、なるべくならばすべて消すっていうことと、今も言ってしまったんですけども、余計なメールがバンバン溜まってる人いっぱいあるでしょ、パって開いたら99件みたいな、ああいう余計なメールを全部整理して消していくことっていうことも、めちゃくちゃ重要なんですよ、これ、やってる、溜まりきってない、全然スッキリします。これ、もしっかり溜べないようにしてください。 なあのよくどこどこがよくわからない広告とかいっぱい入ってくるときも全部あれ消していっておかないとたまっていけばたまっていくほど携帯を通してもやもやが残り続けるだからもうこの時期はゆったり過ごしていきながら携帯の中の情報を整理していくまずは余計な写真元恋人であとはメール、えー、よくわけの分からない広告メールとかであとはもう一個ありますこれやってくれるとねなおいいです携帯の中でできること携帯の中ででできることです え不要なアプリとかじゃないですかアプリとかは、まあ、別に、うん、それよりももっと重要<え>どこの誰だかよくわからない人連絡先そうよく言う、まあ、何年か前にちょっと縁があって交換したけど特別覚えてないもう見ても名前を見ても誰なのか思い出せないっていう人たちがずらーっと入ってるとかっていうのを なるべくならきれいに、もう連絡取ることはないだろうな、もしくはゆかりがあって、えっと、あ、この人はっていう時に、例えばもう向こうが携帯番号変わってしまってるという時はもう消す。はい。で、一応それを確認するために電話してもいいわけよ。あ、すいません、今ちょうどね、あの、携帯の電話帳のね、整理をしてたんですけども、いや、まだ番号変わってなかったかなと思って連絡させていただきましたぐらいでいけ。それぐらいでやっておくと、はい。この、えー、なんていうの アドレスアドレスじゃねえ、はい、電話帳に入ってるよくわからない人たちをきれいに、ま、あの消していくと必ず次の新しい縁が生まれるこれね昔あれ俺の先生でもないもんな風水やってる先生が教えてもらって先生の友達やったねあのレザーのね携帯に入ってるよくわからない人たち消しなさいって言われてそれをすると新しい縁がつながるわよって言われてえー、そうなんだと思いながらなんか誰やったっけって言って一ぽって本当に。 大学時代の友達とかね、はい、いや、なんか一瞬絡みはあったけど、この人、全然思い出せんと思って、でも電話かけて、かけ直すほどの中でもないしってなったら、あとはもうすすスっッスッスッと消していこうかなっていう感じで、えー、こうやって整理していくと、電話帳自体をね整理していくと、人間関係の整理もできるし、整理整頓ね、これも、この整理整頓ができてくると、新しい縁もつながるし、それを通して、例えば、あこの人はちょっと消しきれん、どうしてもちょっと確認だけしておこうと思って、電話したところからつながっていく電話もある。 っていうのがあったりするので、こういう時期だからこそ、土曜の期間に入ったからこそ、ちょっと一回ね、ね電話を携帯電話を一回見直してみる、画面は綺麗か、携帯カバーも綺麗か、その上で新規紙に変えようと思うなら、この時期変えてもありですし、その上でもう一つは、中に入っている余計なメールは削除、写真も削除、変なやつはね、変なやつってあげたけど、あのもう消していいと思うやつは、元恋人のやつも消していきます、もう別れてるんだったらね。で えー、それが残してると新しい円がつながりにくくなるよってので、ね、一番大きいのは電話帳の整理、整頓ですあじゃあ今、あれですよね LINE とかの友達とかも本当に連絡取らない人とかも消していったりとかうんいいんじゃないしてっった方がいいってことですよね、うん、もうちゃんとねそう,うとそうやってやっておかない、別にぶ着信ブロックとか言う分からないけど、はい、やったことないけどそういうのがあるにしても,もう消していくっていうことをしっかりやっておかないと。うーんと 人間関係の運勢っていうもの自体を、ね、新しくで、余計なものを捨てれば、断捨離もそうなんやけど、余計なものを捨てれば、必ず新しい運気が舞い込んでくる、これ、携帯もしっかりです、余計な人間関係をしっかりと整理整頓していることで、新しい縁が寄ってくるっていうのは必ずあることなので、恋愛でもビジネスでもこれってすごく大きくつながっていく縁のきっかけになりますので、ぜひとも皆さんの携帯の中に入っている余計なものっていうもの自体をしっかりと整理整頓してみるタイミングとしてはいかがでしょうかっていうのが、土曜のタイミングでもありますってことを覚えておいてくださいってことです。 地あるよくわからない人が入ってるとかあいやないですねホントに、はい、そうか早めにっていうかあもう連絡取らないなと思った瞬間にもうそのまとめてとかじゃなくてもうその都度さすがですい、はい、僕もちょっとねあのやっていこうと思いますのであの上手に整理整頓してフェイスブックとかもね最初全然わけのわからない人を 外国人のハローとか入れてしまったけどさ、誰この人みたいなやつまでようからんでるんだけど、ああいうのもちゃんと整理整頓しておこう、新しい縁、ね、はい、つながっていきますので、そういう整理整頓、データとしての人間関係の整理整頓をすると、実際にも人間関係、新しい縁を引き寄せますよってこと、ぜひとも覚えておいてくださいということです、よろしいですか、はい、はい、では行きましょうか、今日も気合入れてやっていきます、はい、えっと今日が金曜日やね、金曜日よっしゃ、今日まで行ったら明日から休みだ、はい、では行きます、気り入れていきますね。 いただきます、はい、せーのおっしゃーそれうこで今日も元気よくいってらっしゃいお気をつけて。